効く部分です。親指の腹全体が頭痛に効く反射区になっています。指はどれでも大丈夫ですが、人差し指を曲げて上から下へ全体的に下げて流していきます。この指が難しい方は親指、好きな指で構いません。親指でやっていただいても、人差し指でやっていただいても大丈夫です。強さは痛気持ちいいくらいに行ってください。次に消化器系の部分になります。足の裏全体が消化器系になっています。この部分を手をグーにして上から下にかき出すように流してきます。Thank you.